ピート・サンドバルは、エルサルバドル・サンターナ生まれのアメリカ合衆国のヘビメタルミュージシャン。セイビアンのシンバルとエヴァンズのドラムヘッドを使用している。1986年にデスメタル、グラインドコアバンドのテロライザーの結成に参加。このバンドでドラマーとして著名となる。1988年に、ウェインハートセルの公認として、モービット・エンジェルに加入。この、 ピートのモービットエンジェル加入とギタリストのジェシー・ピンタードがナパームデスに加入したことが引き金となりテロライザーは解散する。ピートはモービットエンジェル加入前にダブルベースドラムを使ったことがなかった。そのため加入後にダブルベースドラムの練習を行う必要があった。さらに加入から2ヶ月と経たない間にモービットエンジェルはファーストアルバム アルターズ・オブ・マッドネスをレコーディングしている。モービット・エンジェルのギタリスト、トレイ・アザトースによると、バンドメンバーは時折、汗のプールの中で気絶している、サンドバルの傍らを通ることがあったという。それから少しして起き上がると、サンドバルは、間もなく、仕事に戻る時間だ。と言ったという。モービット・エンジェルで、ダブルベース・ドラムをマスターした後、テロライザーが、 極短期間再結成し、ファーストアルバム、ワールドダウンホールをレコーディングする。この際は、ダブルベースドラムを用いたドラミングを用いて、レコーディングしている。モービットエンジェルのボーカリスト、デイビット・ヴィンセントによると、バンドは、ドラムマシンに、プログラムされた音源を使用して、バンドの楽曲を、サンドバルに聴かせるといういたずらを一度言ったことがあり、さらにそのドラミングは、 サンドバルよりも早くドラミングすることのできる実在するドラマーによって演奏された音源であると伝えたとのこと。これを聞いたサンドバルはショックを受け、この演奏よりも早くドラミングできるまで練習に注力するようになった。2010年に追間版ヘルニアを患ってしまう。これが原因で痛みなしにドラムを演奏することができなくなってしまう。そのため、 ティム・イエングがモービット・エンジェルのツアーとアルバムにセッションで参加するようになる。2011年にリリースされたエースアルバムイリュード・ディビノム・イン・サーヌスではティムがドラムを叩いている。その後もバンドから脱退はしていないながらライブに参加することはなかったが2013年12月に公開されたデビット・ヴィンセントへのインタビューでモービット・エンジェルから正式に脱退したことが判明する。 脱退の理由は、ピートがキリスト教に目覚めた後、バンドと会わなくなっていったためだと述べている。ありがとうございます。